はいどうも、りょうへいです。お願いします。そして、えがちゃん、お久しぶりです。はい、アトゼレクスサイトのえがちゃんです。お願いします。お願いします。はい、本日えがちゃんに来てもらったのは、えがちゃんといえば車椅子ソフト。いや、まあもうそうだけど、はいはいはい、まあグローブじゃないですか。はい、あえんだよ。はい、まあね、まあ、そうですね。はい、とあるグローブを2個もなんと、はい、作っちゃいました。はい、入手したということなので、はい、まあ、ちょっと本日は見せていただきたいなと。 OK です。はい、お願いします。お願いします。ということで、まず一つ目がこちらです。じゃん。はい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 、やっちゃいました。はい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 、メーカーはですね、絆、はい、翔平さんがあのピカソグラブですねを作っておりますが、あちらの絆グラブさんで今回は作りました。はい、でこれはですね、まあ見ていただく通りですね、大会では使えません。大会でも使えないし、まあ、オープン大会とかだったらまあギリ使えるかなみたいな。いや無理だよ、オープン大会でも無理。いや練習じゃないけど、まあ、練習試合だからね。練習試合はいけません。まああとは遊び野球とかね、うん、ということで今回これを作りました。でこれはですね、僕の所属しています車椅子ソフトボールチームの八王子レクスタリティの、チーム名と、キャラクターのボーちゃんですね、あの僕のここの、はい、ジャンバーと一緒なんですけど、このチームの目標の考えを形にするっていうこの目標の言葉も親指に入れてあります。で正直ですね、このグローブはね、僕あんま使う気なかったんですよ。まあいわゆるあの撮影用で、まあ、あの飾っとこうかなみたいな感じで作ったグローブなんですけど、いざ着てみたら結構良くてですね。なるほど。あの僕にしては珍しいこう順巻きのまま使ってまして、あの翔平さんの Z のグローブみたいな感じになってるんですね。まあというのはこうひねりでこう使うグローブになってて、あのね、革意外にいいんですよ。あの翔平さんのグラブはどっちかっていうと革結構カッチリしてる、うん、革じゃないですか。あのね、これめっちゃしっとりしてるんですよ。あの油分が多いのかなって感じはします、まあ、触ってみるとなんですけど。だからどっちかっていうと触るとちょっともちもちしてる感じに近い革質になってます。で、まあ色によってやっぱどうしても革質は変わるんで、金は正直あのエナメルみたいな素材なんで、まあ革なんですけど、革にはちょっと向かないかなみたいな。まあ補給面には使わない方がいいかな。そう、使わない方がいいかなっていう革です。なんでまあここは背面に、まあ、入れてみましたと、はいはいはい、っていうグラブで結構良くないですかこれ。そうですね。で、あの絆グラブさんのピッチャー用のオーダーの、まあ、通常サイズ、ちょっとねこれ大きめっちゃ大きめなので、多分大きめのモデルで作ったんだと思います。はいはい、ちょっと結構前なんで忘れちゃったんですけど、ただね大きめとはいえ言ってそんな大きくはないです。はい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 、はめた感じはちょっと小ぶりに感じます。まあ、あの肩次第だと思うんですよね正直。でこれね縦もいけます。縦もいけるしひねりもいける系なので、はいはい、まあ、あの万能に使える方なんじゃないかなと思います。はい、個人的にこのピッチャー良いなと思ってます。可愛くないですか。いや、りょうへいさん、おい、りょうへいさん、笑いなさい。あんたちなみにこのキャラクターはですね、僕が小学校の頃からなんか、まあ、落書き自由帳とかに書いてる落書きのキャラクターですね。これあのチームのキャラクターにしちゃいました。まあ、これがまず一つ目ですね。でですね、ちょっと待って、風が桜飛んじゃないよ。桜絶対それ入れる。絶対それ入れる。加藤さん、翔平さんだもん。絶対それ入れ る, 絶対それ入れる。でですね、もう一個はめっちゃめちゃこだわりました。あのですね、通常である型番ではない型番で作っていただいたグローブです。それがこちらです。じゃん。はい、はいはいはい、もういかにも俺って色をしてます。そうですね、これはもうあのネイビーと赤と金を入れたらもう僕なんですよ。まあ、白も入れたら僕なんですけど僕なんですけどってやばいな。で、あのこれちょっと使っててちょっと汚れちゃってるんですけど、うん、さっき思いっきりこけてたもんね。あ、やめましょう、それ言うの。このグローブの特徴はまずね、折り返しがありません。まあ、グラムの折り返しっていうのはもうご存知だと思うんですけど、ここの部分ですね、ここです。これ裏が、まあ、補給面からこの皮ってこれ繋がってるんですね。なんですけどこれは補給面と革とは一体化じゃなくて、ここで終わってるのが分かるんじゃないかなと。まあ、ここですね、ここの補給面が表側、補給面側に出てるのが折り返しなしっていうモデルなんですけど、これの特徴は何かというと、こうグラブはめた時にここが屈折がしやすいので、こうどんな方でも万能に動きやすい、まあ、あとは当てがしやすいっていうのが特徴になっています。でここにね、指股も入って補給面も広くはしておりまして、まあ、いつも通りの僕の逆巻きで、なんといっても薬指リングをこちらは装着しております。見えますか、ここです、ね、多分見えづらいかもしれないんですけど、ここにね薬指リング、これは存在してます。でですね、こちらのウェブも、オリジナルウェブということで、はいはいはい、今回作成していただいて、このウェブにした理由はですね、あの速い打球に耐えれるようにまず紐を通したかったとっていうのと、あと当てがしやすいよね
ていうことで今回このウェブを僕は使いました。めちゃめちゃこの方いいんですよ。掴みもできるし開くこともできるっていうグローブなんで、はいはいはい、まあ、いわゆる僕が元々先日紹介していただいた GS にちょっと近づけた形です。はいはい、GS の僕が使ってるやつよりもちょっと小さめのモデルなので、 GS とこれ僕多分並行してこの後使っていくんじゃないかなと思います。これはね多分相当良くてですね、ちなみにここには坊ちゃんが入ってまして、ここはですね僕のオリジナルロゴを入れていただいております。こだわりすぎでしょこれ。そうだね、ここまで正直こだわりすぎてですね、これをですね絆グラブ代表の、まあ、ゆささんという方といろいろお話をした結果ですね、なんとこのモデル皆さんも作れます。江頭モデルそうなりますかね、下手したら下手したらそうなります。で通常の絆グラブさんの価格よりも若干上がりますっていうのは、まあ、ウェブはまあご自身で選んでいただくとして、薬指リングだったりとか、指股入れたりとか折り返しなしってなるとちょっとオプション料金としてかかってくるので、ただ同じことはできますと、おいうことで今回動画に初登場で出ております。めちゃめちゃいいっすまあ僕もさっきはめさせてもらったんですけど、どうすか。いやそれこそさっきエガちゃんが言ったように変幻自在になりそうだなって。まだまあ絆さんのグローブって硬いじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、それはシムは入ってるんですけど、僕からしたらまだちょっと硬さ残ってるなっていうイメージがあるので、ってなった時にまあそのいざ柔らかくなったら、もう手に合ったグローブ、はいはいはい、自分の手っていうグローブが出来上がりそうな型をしてるなっていうのは、なんかあれですよね、オーソドックスっちゃオーソドックスなんですけど、そうですね、ただ、正直結構こだわってはいる部分なので、いろんな方に使っていただきたいなと正直これ思います。別に僕モデルとかそういうのを一回置いといてもらって、シンプルに型としてすごい使いやすいモデルになってるので、はいはいはい、特になんですけど、もう僕個人的におすすめなのは中高生、単色ならこれ使えるので、中高生とかだとなんでこれがいいかというと、結局大きさがコンパクトだし、僕今ちょっとたまたま、リトルの、取材に来てるんですけど、公式球さっきめちゃめちゃ撮ってたんですけど、これ軟式なんですけどめちゃめちゃいいんですよ。しっくりくるし、はまった感じ、まあ、いわゆる取った後のボールの握り替えだったりとかもすごいしやすいモデルになってるので、めちゃめちゃおすすめです。なのでちょっと気になった方はぜひ絆グラブさんにリンクにアクセスしていただいて見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、でちなみに告知なんですけれども、はい、僕作ってます。は？何を？ピッチャー用。どこで？絆さんで。またやってますよ、この人見ました。いや覚えてます、ドナインの時俺もう今年買わないですからって言ってますよ。買ってんの？まだ届いてないけどね。ああ、じゃあオーダーをしてやってますよね。いやこれカメラの奥の持ってるやつですよ、やってますよこれ本当に。でなおかつ、はい、僕もオリジナルウェブです。はぁパクったなパクったら俺らあれだ、翔平さんからパクってる。まあまあまあ、でさらにまあちょっといろんなところに、はい、まあ僕のも固まんないやつで。はなんか同じことしてますどうしますまあちょっと僕も絆さん今作ってるので、ちょっと届き次第って感じですか。そうですね。ちなみにポジションはどこですか？ピッチャー用で。あ、ピッチャー用ってこと、単色とかですか？そうですね、まあ結局オーダーにしては、うん、って感じ。遊ばなかったなみたいな。そうそうそう、なるほど。今年のテーマは大人ですからね。そうそうそう、まあ、カラーリングは明るいけど、はい、先にちょっとカラーリングは明るいけれども、まあ、ちゃんとピッチャーで使えるカラーリング連名で使えるカラーリングしてるから。遊んでますよ本当に、やってんな社会人これは本当結構本当、はい、本当ですか、めちゃめちゃこれおすすめなんで、多分ねいずれモンタラさんに僕のやつこれ置いてあると思います。まあ笑顔がね、何人かがですね見てみたいという方いらっしゃいましたので、ちょっと何日間かモンタラスポーツさんに置かせていただこうかなって思ってます。じゃあ俺めっちゃペッタペタしたとこ。絶対ダメよ嘘だよあんた今いるからしかもなのでちょっと本当に気になる方はぜひ、はい、見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。この動画が上がる頃には江頭君もちょっと社会人になっちゃってて。ああそうですね、顔30歳ぐらいなのに意外とね。でもですね、ちなみにこれ皆さんにとって朗報なのか分かんないんですけど、YouTube 許可おりました。あ、これカットだわYouTube 許可おりましたということで、今後も出ます。はい、まあ、ただ休みとか被んないことももちろんあると思うので、まあ、だからイベントにねちょっと参加できなくなるので、はい、まあ、平日にモンタラスポーツさんにいること多分多いですなのでぜひ声かけてください。はい、まあ、なのでちょっと出演機会も江頭くん少なくなっちゃうかなとは思うんですけれども、まあ、無事、社会人になってくれるそうなので頑張ります。はい、お互いいろいろな道で頑張っていければなと、はい、頑張りましょう。はい、皆さんも
出会いの春、別れの春ではあるんですけれども、まあそこをね、まあよろしかったらこの機会に、いいグローブとも出会ってみれば。あ、そうですね、はい、出会いの季節ですから、はい、ぜひぜひ。いかがでしょうか。はい、ということで本日はグローブオタク、新しいグローブのご紹介でした。江頭くん、社会人になっても頑張ってくださいという方、コメントをお待ちしております。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんないん で、ね、で僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします。革、はい、自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。